この展開は予想できなかったな。結局誰が生き残るんだ。だらだらとネットオレックスで映画を見ながら久しぶりの休日のありがたさをかみしめる。俺は鹿島隼人、25歳、新卒で教師になり秘場所に赴任して今年で2年目になる。久しぶりの3連休、何本映画見れるかな。平日の激務のストレスはこうして発散しているんだ。その時突然インターホンが鳴った。なんだ、せっかく2本目を見ようと思ったのに。はーい。で、姉さん？ハヤト、お願いがあるのよ。急にどうしたんだよ。訪ねてきたのは近所に住む姉夫婦だった。俺の姉はかなり強引な性格で、なんか面倒なことに巻き込まれる気がする。あのね、急だけど私と旦那で旅行に行くことになったから、その間ケイシを預かってほしいのよ。え、ケイシを？姉は甥のケイシを俺に押し付けてきた。教師のあんたなら子供のお世話なんてお手の物でしょ。できる義理の弟がいて俺は幸せだぜ。いや、そんないきなり。3日分の着替えと生活費も渡すわね。3日？なんかあったら電話してね。じゃあ頼んだぞ、隼人くん。ちょっと待って。2人は俺の話を一切聞かず、どんどん話を進めていく。そして、あ、よろしくお願いします。ああ、よろしく。2人は嵐のように去り、俺の連休は波乱で幕を開けた。こんなの面白くないよな。そんなことないよ。絶対無理してる。興味があるかもわからない映画を見せるしかなく、俺は申し訳ない気持ちになった。しかし大きくなったもんだな。姉夫婦は近所に住んではいるが、あまり交流はない。最後にケイシに会ったのは生まれた時以来だ。かわいいな。実際初対面みたいなもんだよな。ポテチでも食べろよ、ほら。え、ポテトチップス？どうした？この時俺はケイシの反応が少し気になった。すると、僕ポテチ一度も食べたことがないから。え、今まで一度も？うん。ケイシはとんでもないことを言い出した。ケイシはこんなにうまいもんを一度も食べたことがないらしい。そうか、なら食べてみな。じゃあいただきます。そしてケイシは恐る恐るポテチを口に運ぶと、おいしい。そうだろ。ケイシはそのおいしさに満面の笑みを見せたのだった。しかし5歳の男子がポテチを食べたことないなんてあるのか。ほら行くぞ。はーい。その後俺たちは仲を深めるために公園にキャッチボールをしに来た。へい。おお、なかなかうまいじゃないか。ケイシは5歳にしてはしっかりとした球を放った。パパと練習したりするのか。ううん、あんまりパパとはしないんだ。パパは仕事で忙しいから。そうなのか。そう言ってケイシは寂しそうな表情を浮かべた。その時、あら、隼人先生、こんにちは。こんにちは。シオラとお父さん、こんにちは。公園の横の道を5年生のシオラとそのお父さんが通りかかったんだ。先生、この子は？この子は俺のおいでね、連休中預かってるんだよ。だけどほとんど初対面で、こうやって親睦を図ってるってわけだ。なるほど。いくら先生でも子供のお世話は大変ですよね。まあそうですね。何かあれば便利屋の俺を頼ってくださいね。ありがとうございます。いい汗かいたな。うん。俺たちは日が暮れる前にキャッチボールを終えて帰ってきた。ご飯の前に風呂でも入るか。うん、僕もう一人でお風呂に入れるんだよ。そうか、偉いな。じゃあすぐ風呂の準備をするかな。あ、僕がするよ。じゃあお願いしようか。するとなぜかケイシは風呂場には行かず、台所の蛇口を回した。手でも洗うのか。ちょっとトイレに行ってくるな。数分後俺がトイレから戻ってくると、はあ、ケイシ何してんだ。え、衝撃の光景が。ケイシは台所に水を張って入っていたんだ。そこは風呂じゃないぞ。ママに入り方を教えてもらったんだよ。
ね、姉ちゃんに教えてもらったって。そして俺を驚かしたのはそれだけじゃなく、体中にあざか？姉ちゃん、どういうことだよ。ケイシに一体何を？ケイシの体には無数のあざがあった。さすがに俺は動揺を隠せなかった。ケイシ、そこは風呂じゃないから出るんだ。え、おじちゃんのところではそうなの？そうだ。俺の家では違うんだ。とにかく風邪をひかすわけにはいかないし。それから俺は急いでシンクからケイシを引き上げ、俺ん家ではここが風呂だ。はあ。本当の風呂に連れてきてやった。あったかい。そうだろう。風呂に入るとケイシは嬉しそうな表情を見せた。でもお風呂に入ったってことは。どうした？お金を払わなくちゃったよね。はあ。だがケイシの口からはまたしても信じられない言葉が飛び出したんだ。風呂入るのに姉ちゃんたちは子供から金を取ってたっていうのか。はあ。そんなものいらないからゆっくり温まりな。いいの？ありがとう。こんな不憫なケイシがかわいそうでたまらなかった。何かあれば電話しろって言ってたのに。風呂から上がり、俺はすぐに姉ちゃんに電話をかけたんだが、全く出る気配がない。明日は映画でも見に行くか。イライラの気持ちを抑え、俺たちは明日のプランを立てた。ケイシの好きな映画やってるかな？僕の好きな映画か。僕あんまりわからないんだ。今まで映画館に行ったことないし。え、映画館に行ったことないのか？少し予想はしていたが、ケイシは映画館も未経験だし。よし、明日何の映画をやっているか調べてみよう。ケイシの見たい映画を見に行こうな。え、いいの？ああ、きっと楽しいぞ。やった、楽しみだな。映画館に行くだけでこんなに目を輝かせるなんてな。俺はその姿を見てもっと喜ばしてあげたいと思ったのだった。翌日。じゃあこの鬼滅のヤクザがいい。わかった。かっこいい。俺たちはポップコーンを食べながら映画を楽しみ。やった、センスあるな。その後はゲームセンターで思う存分遊び尽くした。とってもとっても楽しかった。よかったな。本当によかったよ。ケイシは心から楽しんでくれたようだ。外でこんなに遊んだのは生まれて初めてだよ。そうか。一体姉さんはケイシにどんな生活を送らせているんだ。俺は姉夫婦に不信感を抱いた。俺たちが子供の頃は遊園地に動物園、キャンプにも行ったっけ。俺たちは父さんと母さんに愛情を注がれたのに、なんで同じようにしてやらないんだ。本当に今日はとっても楽しかったな。こら、勝手に走るなよ。そしてはしゃいでいるケイシを見て、俺は決意したんだ。ケイシは俺が守る。それからあっという間に3日が過ぎ。ただいま。いやごめんね、預かってもらっちゃって。これお土産だ、食べてくれ。上機嫌で姉夫婦が旅行から帰ってきた。ケイシは迷惑かけなかった？いらないよ。え？どうしたの、ハヤト。そのヘラヘラとした態度に俺は、そんなものいらないよ。どうしても耐えきれずに怒りをぶつけた。それよりも二人ともケイシをなんでもっと大切にしないんだ。どうしたのよ、ハヤト。風呂は台所のシンクで水を溜めて入ってるし、しかも体中あざだらけ。どういうことだよ。それは。姉さんたちは何も答えない。何も言わないってことはそういうことなんだな。もういいよ、俺は決めたから。ケイシは俺が育てる。なんですって？だから俺はケイシの親になる決断をしたんだ。だけど次の瞬間、てめえ、義兄である姉の夫に突然ヘッドロックされてしまった。何すんだ。渡した土産を叩き落とすなんざ、どういう了見してんだ。そこ言いたか。それはごめんなさい、ごめんなさいですけど、今はケイシのことは。それにな、大切なケイシを渡すわけないだろ。大切。お兄さんの口からそんな言葉が出るなんて思ってもいなかった。
なら風呂のこともあざのこともどう説明するんですか。それは我が家は風呂なしのアパートだから、シンクをお風呂代わりにしているのよ。は、風呂なし。すると姉さんが衝撃の真実を打ち明けた。家賃を安くするために仕方なくね。だから我が家はシンクで風呂に入るのは当たり前。ケイシには家に風呂があるっていう概念がなかったの。お家にお風呂があってびっくりしちゃった。うちは倹約一家なのよ。倹約一家。そう、シンク風呂はケイシだけじゃなく一家の当たり前の日常だったのだ。だけどケイシを温かい風呂に入れようとしたら金を払おうとしたんだぞ。それはどう説明するんだ。温かいお風呂に入るのは月1回の銭湯に行く日だけだから、きっとお金を払うのが当然と思ったんでしょうね。そんな。じゃああの体の至るところにあるあざは。ケイシは外で走り回るのが好きでね、絶えずあざを作っていたのよ。いろんなところぶつけちゃうんだ。なるほど。じゃあケイシは。そうね、ハヤトが予想しているようなかわいそうな子じゃないわ。そうだったんだ。どうやら俺は大きな勘違いをしていたらしい。実は今回の旅行もね、新婚旅行に行ってなかった私たちにケイシが提案してくれたものだったのよ。そうなのか。どう、楽しかった。うん、ありがとうねケイシ。ケイシのおかげでゆっくりできたぞ。その光景を見て俺は思った。幸せそうじゃん。外に遊びにあまり行かないのは節約のため。そうだよ、お菓子やジュースも余計な出費だから買わないようにしてるんだ。それで全ての合点がいった。だからポテチも初めて食べたというわけだ。その代わり誕生日や結婚記念日のような大切な記念日は盛大にお祝いするのさ。なるほど。力みまくっていた俺は一気に脱力してしまった。とにかくケイシのことは大事にしてるから気にすんな。ま、ケイシのことを心配してくれたのはありがとうよ。はい、結局姉夫婦の家族には何の問題もなかった。勝手に一人で盛り上がっちゃって恥ずかしい。じゃあ私たちは帰るわね。うん、ずいぶん世話になったな。はい、改めてお土産だ。ありがとうございます。おじさん、また遊ぼうね。ああ、なんか疲れたな。こうして俺の貴重な3連休は終わりを告げたのだった。今日も見てくれてありがとう。じゃんけんぽん。